おはようございます。Hey guys, good morning. Hey, こんばんは。Hi. Hi everyone. Good morning. で、あ、no, こんばんはだ。いつも間違える。こんばんは。Hi everyone.ありがとうございます。久しぶり、フランキー。How are you? ありがとうございます。これね、あのブルーライトカットするやつ、めっちゃいい。Amazon で買いました。今日はワイン、いいね。朝早くありがとうございます。No! ありがとうございます。見てくれてみんなありがとう。Thank you. 今日もね、あのコーヒーです。すごいリップが。このカップ I'm so sorry エミリ姉さんありがとうございます。イエイ、みんな元気？今日の日曜日、今日日曜日どうだった？みんな今日ね、なんとガールフレンドの日なんです。そうだからね、今日はねすごいあの特別というか、マイコは私の大切なガールフレンドなので、まあ彼女と一緒に今日はライブできることがすごく嬉しいです、うん、そうガールフレンドの日っていうのはあのナショナルデーっていうのがあって、なんか毎日何かの日とかあるんだって。例えば今日はドーナツの日とか、今日はなんだっけな、まあ日本でいう子どもの日とかさ、なんかそういう風にいろいろあるんだけど、まあ人がプロモーションの、あ、たくさんの人たちがあのプロモーションのためになんか作る日とかがあって、今日はガールフレンドを祝福するっていうかもう意味わかんない、まあそういうのをがあるわけで、あ、マイコ来た、あ、祝福する日だから最高と思ってさ、ちょうどマイコも来るし、マイコさんえ、誰これ、誰、ヤッホーヤッホーヤッホー、え、なんで今日どうしたの、何が、なんで今日はゲスト、あの、なんだった、ぬいぐるみさん、あ、そう、我が家のぬいぐるみです。なんか結構使われてるけど大丈夫、あ、メガネの跡ついてる、やば、本当だ、うん、How are you? もうね、3歳ぐらいから息子が使ってるやつなんだけど、うん、じゃああれか、あのよだれとかすごいついてるやつだ。でもね、洗ったの、あ、洗ったの、だいぶ前にね、あ、本当？でも最近はね、抱っこしなくなったの、え、本当？あ、でもそういう時期って来るんだよね、うん、ぬいぐるみに頼らない時期ってね、うん、皆さんこんばんは、こんばんは、そうそう、あのね、さっきみんなにもあの話したんだけど、今日何の日か知ってる？8月1日、なんと8月1日はガールフレンドの日です。へえ、そうなんだ。そう、ガールフレンドっていうのは、まあアメリカでガールフレンドっていうと彼女っていうあの例えだけではなくて、はいはい、女の友達、うん、うん、なので今日はあのマイコさんと女の友達代表としてインスタグラムライブをやっているっていうね。まあいつもありがとうございます。まあそういうガールフレンドに感謝の気持ちを伝えようっていうね日なんだけど、うん、まあいつもありがとうございます、はい。こちらこそありがとうございます。小さい頃からこんな中ですけれども。すごいよね。じゃメガネ。あ、だからこれ最近この言ったじゃん、あのケイトに勧められてアマゾンのやつで買ったんだけど、うん、ね、2つで、This one too、 はいはいはい、2つで12ドルぐらいかな、お、安いね、安い安い、それで買ってさ、うん、めっちゃちょっと使ってて、私最近分かったんだ、うん、自分がメガネ好きだっていうのが。いや、私も好きだよメガネ、私も大好き、うん、私も好き。ていうか、あれでしょ、自分がかけてる
メガネが好きっていうことじゃないでしょ。男の人がかけてるメガネも好き。私はかけるのが好き。あっちなんかなんていうの、めっちゃある。ナードナードって言うんだけど、ここではあの、うん、なんだっけ、ナード、真面目っぽい、真面目っぽい人が好き。わかる。はいはい、まあ、メガネかけてね。いやいやいや、だから意外すぎるぐらい似合ってるの。あ、タワさんありがとうございます。そう、何した今日。今日はね、うん、恐竜展みたいなのやってたから、おお、それに連れて行ったよ。リンクの大好きなやつじゃん。そう、無事に家に着いたんですね。だって、あ、なんかあったの、カリフォルニアのってことかな。そうか、はい、無事に着きましたよ。あ、あ、ビアンカ、ビアンカ、ヘイビアンカ、ビアンカ、How are you? すごい久しぶり。ビアンカ、かわいいビアンカ、覚えてるよ、うん、ビアンカちゃんは、大阪港の時に、そうだね、うんうんうん、お世話になった方、はい、レイチーさん、あ、私はね、はい、今から日曜日なんだけど、あ、そっかそっかそっか、土曜日何ですか。あ、昨日はね、また、うん、まあ、久しぶりにカリフォルニアのファミリーに会ってきて、うん、昨日あのね、卒業パーティーがあったから、卒業パーティーに行ってきて。卒業パーティー？そう。高校とか、高校とか、うん、あと大学卒業すると、みんなパーティーやったりするんだけど、そのパーティーに行ってきて、昨日ちょっとだけお酒飲んで、ちょっとだけいい感じだった。ちょっとだけね。あんまり飲まない。久しぶりじゃない？お酒。カリフォルニアに持って。そう。あれぶり、あれぶりだよ。だってマイコとヨーゴのチューハイ飲んだぶり。ワッタ飲んだぶりぐらいだから。ワッタ飲んだぶり。そうそう、ワッタ飲んだぶりだから。もうすぐ酔って、昨日ふーってもうすぐ寝ちゃった。で、今日は今日で、また、家でパーティーがあるんだけど。うん、お、すごいね。すごいよ、もうカリフォルニアのなんていうの、生活に戻ったよ。戻ってきた。あ、そう、アメリカパーティーできるのいいな。そうなのよ、日本みたいに緊急事態宣言じゃないから、ね、一応パーティーはできるんだけど、でもやっぱりみんな気をつけてるよ、うん、まあ、マスクを毎日、一応ね、マスクはチョイスだわけ、やってもいいしやらなくてもいいんだけど、とりあえず、うん、自分のセーフティーのためにやるっていう人もいるし、うん、ちゃんとワクチン打ってたら大丈夫っていうね。はい、わかんない。はい。ヤンヤンさん。っていうことで、なんていうの、うん、やる人とやらない人がいる。でも、お家でパーティーするときは基本的にはしないかな。いいな、ね、緊急事態宣言疲れ。そうだよね。本当だよ。疲れたよね。もうなんか。っていうかさ、はい、昨日、アメリカのニュースでやってたけど、うん、日本の感染者すごくない？東京。すごいの、今。今すごい。何千人の人が今感染してるって言ってた。そう、4000人、うん、昨日東京だけで4000人超えて、で、日本だけで1万人超えて。Oh my god。 もうなんか、でも緊急事態宣言中だからどうケアすればいいかがもうわからない。アメリカ来い。アメリカにも行けないじゃん、ワクチン打ってないから。あ、そっか。そっか。っていうかさ、あの時代懐かしくない？うん、あ、ワクチン打ってないから行ける行けないとかってさ、なんか。懐かしくないんだよね、こっちでは。だって、未だに、私たちの区では、うん。打てなくて。まだなんだ。なんていうの？ワクチン接種始まってたんだけど、結局さ、うん、高齢者からスタートするじゃん。うん。で、私たちの年代、40代が始まったと思ったら、予約が2時間とかで終わっちゃって。わお。で、国からも、ストップがかかってるから、足りませんっていう。No！ だからなんかね、2回目接種の人もちょっと遅れてるたりとか、
その区によってなのよね、でも東京都でも。じゃあ違う区に行ったら打てるの？打てない、住んでないから、そこの区に。あ、そう。うん、だからカリフォルニア州から別の州で打てるかって言ったら打てないみたいな。うちは打てるよ。あ、打てるんだ、うん、打てないのよ。アメリカは打てるんだけど、うん、アメリカもワクチン接種に関わらずインドアでのマスク着用 CDC が言ってる。いや、そうだね、ふーちゃん、うん、確かに街によって違う、うん、あ、でも確かに発表されたかもしれない、うん、そうそう、なんかねすごいよね、デルタ株って言われてるやつがさ、うん、ワクチン打っててもかかるからマスクしましょうみたいになったよね。うん、いいよ、もう暗い話になったかなんか楽しい話しようよごめんね、私が振っときながら。全然いいのよ、うん、っていうさ感じなのさ、うん、お、そっか。ねえ、さ、うん、ここさ、はい、すっごい暑いんだけど。いや、でも日本もめっちゃ暑い。マジでもさ、やっぱ湿気が違うと汗のかき方が違うね、うん、え、どう違うの？やっぱこっち、東京湿気すごかった？あー、やっぱり沖縄ほどではないけど。けど、やっぱある？ある。全然違う。なんかね、例えば私、朝とかさ、よく走りに行くじゃん？うん。沖縄で走るときって、2キロ走るとき、2キロ走れないの。息苦しくて。え？で、3キロぐらいまでやると結構なんかグダグダグダで帰ってくるのね、でもアメリカだと 1,2 キロも全然余裕で、うん、で汗も止まった瞬間にバーってかくの、沖縄にいるときはもう走ってるもう一歩一歩全部ダク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 だったんだけど、でもここの方が気温高いんだよ、うん、びっくりした。やっぱ湿度なんだね。湿度めちゃくちゃなんか関わってくるんだなと思って。なんかわかる気もする。うん、びっくりしたいや、湿度が強いだけで疲れるもんね。なんか疲れる、それわかる、うんうん、でもね、ここもカラカラでなんか結構もう本当に水分補給しないと無理っていうのを自分でわかるんだけどね。うん、あ、なるほどね。そうだね、青いプルさん、東京は下から暑くて沖縄は上から暑いなと思います。だってなんかわかる、うん、なんかあれかな、やっぱアスファルトのなんかアスファルトっていうかなんかこう地面の熱がやっぱ強いのかね。やっぱビルディングが多いし、そうそう、コンクリートじゃない、ね、あと地下鉄とかもあったりするからね、うん、そう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 、わかる。あ、夏バテ気味、そうか、気をつけて。特に沖縄の人、クーラー風に気をつけてね。夏風、沖縄の人がよくかかる。言えてないよ。クーラーの風。でもかる、クーラー、ね、かる、はい。クーラー溶けすぎて風邪ひいちゃうんだよね、沖縄の人って。かわいい。ほんかわいいかな。かわいい、沖縄の人。でもクーラーかけないと湿気がすごくてさ、大変なんだよ。わかる。うん、もう暑すぎてやばくない？やばい。沖縄暑かった ね、本当に。改めて沖縄の夏を感じたよ。ね、エアコン消して眠れない。うん、本当そう。エアコン消しては眠れない。うん、ね、暑いよね。でも、知ってました？もう8月ですよ。だからよ。8月1日。だからよ。早すぎない？早くない？早いよ。あ、皆さんも、この見てる皆さんも、もう、去年の12月に始まり、9ヶ月ですよ。ほぼ。早くない？え、一応さ、32回やってるっていうのがすごくない？以上。そうそうそう。でもさ、32回だと、なんかこう、ちょこちょこ言ってるからさ、うん、こう、あんま違和感ないんだけど、8ヶ月とか9ヶ月って考えるとすごくない？確かに。もう、たくさんのゲストにね、助けられたね。本当、うん、ここまで来たし。で、皆さんもね、こうやって毎回見てくれる方がいるから、できるんだけど。本当、うん、すごいよ、みんな。本当、うん、ありがとうございます。どれだけ続けられるかね。ね。
どうですかね、続けても大丈夫ですかね皆さん。もういいんじゃないって思って、オーバーなってから、うん、そこまで死にオーバーなってから、マイコ元気ねーってから今日は何食べたのーっつって私はタンも食べたよってから、タンも食べたい、タンも食べたい、タンも食べたい、じゃあ食べたいよ、ほんと食べたい、うん、もうね、ここ最近ね2週間に1遍ぐらいのペースでサーターアンダギー作ってる、うん、おーいいですね、もう沖縄に帰って沖縄の食べ物食べたいから、うん、でも帰れんさ、帰れんな、うん、うん、ユンタクライブ、そうそうそう、井戸端会議、そうそうそう本当にそうただのね、やばい、だからバーバーウェイブス、オーマイガー、トークさん面白い、バーバーウェイブス、ちょっとひどい、バーバーなんてじゃあよ、さっき言ってたさ、もう ババアになってもやってやり続けてるかっていう話してたからおばあになってもね、そこね、自分で言っといたそっか、あ、そうよね、サタンだけ買ってた、うん、買うよね、そうそう、うん、うちなーさん、あのさ、サーターアンダギーさ、はい、1個しか食べんかった、うん、沖縄いるとき。でもね、わかる、私も沖縄いるときはあのね、大好きなあの国際通りのさ、平和通り、あの、うん、市場の近くに売ってる天ぷら屋さんがあるんだけど、あー、わかるかもしれない、あれでしょ、あの一緒、野菜天ぷらがこれだけでかいとこでしょ、あ、そう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 、 Yeah, I remember that part, yeah, あの、私が行ってこんな、もう普通のサタンだけこれぐらいなんですよ、yeah. なんだけど、これぐらいでかいやつが売ってて、売ってるよね、500円なの、え、そんなすごい、あれ、うん、だ、昔はそんなにしてなかったんだけど、久しぶりに行くと1個500円な、あ、これ、わお、でもね、これが食べ、うん、そう、食べ応えと、うんうん、私サーターアンダギー外側じゃなくて内側が好きな人だわけ、あ、私もわかる、わかる、一番カーカー、口チーカーカーするとこでしょ、何かわからん、意味がわかんない、何チーカーカーってチーチーカーカーしないの、中村さんも言ってるけどええ、マイコ、チーチーカーカーカーって言わない、言わない、なんね、それかクークーって言わない、クークー、あー、クークーするってから、パサパサするってこと、いや、yeah, なんか喉が乾く、チーチーカーカー、知らん、ナーソン中よ嘘でしょ、いい、チーチーカーカーって言うよ、え、読谷中しか言わないはず、 No, チューブ、チューブね、ナミちゃんね、チューブの人はもうチーチーカーカーか、たまにうちの家ではクークーって言うけど、知らなかった、 Oh yeah、 そうそうそう、え、デイジのと乾くぐらいしか言わなかったかも、チーチーカーカーいいね、チーチーカーカー使おう、チーチーカーカー知らない人マイコだけじゃない、そんなことないでしょう、アンナさん知らないと思うよ、あー、やっぱそうかな、いや、久子姉ちゃんは絶対知ってるだって久さん読み探中だもんケイトも知ってるな。ケイトも知ってる。あ、じゃあみんなし、大体知って、え、タックも絶対知ってるよ。タケシは知らない気がする。そうかもしんない。タケシはね、地元一緒だから。ちょっとやっぱ、あれだね、町の人、都会の人だね。これち、あの、あ、やばい、ふうさんそうね、父かかってお店あるね。あ、そうなの？そう、関東にはあるのよ。あ、そう。沖縄にはないかな。あ、うちな、もっちーさんに、もっち27さん。え、自分も、読みたんちゅですよ、だって。お、すごいじゃん。え、浦添も言うってよ。え、だからさ、言ってるさ、みんなちーちーかーかー言うって。那覇んちゅは言わんさ。関西は好きですか？大好き。大好きです。私、関西、大好き。大好き。私も大好き。うん、関東ももちろん大好きですけど、関西めちゃくちゃ好き。ね、これって話したっけ、何？大阪で吉本新喜劇行った話したよね。あ、したな、したな。したよ、した、した、した。した、した、した。若音姉ちゃんが何だった？坂田、
坂田さん見て。アホの坂田さんね。メダ、あ、アホの坂田さんだった？メダカさん見たんだったっけ？どっちか。待って待って、レイチェルさん、な、待って、レイチェルさん、那覇だけど言うよって。See, I told you. そうですよ。うん。世代？いや、世代じゃない。世代変わんないじゃん、うちら。だぞ、育ちじゃない？あ、育ちか。那覇だけどチーチーカーカー言いますって。あ、いやな。言いますよ。エセうちのアンチュみたいで嫌さん。だマイコンチは多分あれだよ。あの、もうちょっと標準語を使う沖縄の人たちだったんじゃない？あの、家系っていうか。どんなかな？うん。まあまあ、家庭によって違うと思うけど。そうだね。うん。受ける。そうなんだ。チーチーカーカー言うんだね。あ、だから、あ、待って、話変わるよ。何話戻すようだ。話戻すよ。はいはいはい。このサーターアンダギーが。あ、めっちゃ美味しいわけよ。うん。デイジー、デイジー。巻き戻されたけど。いやーがよ、チーチーカーカー言うから。話が終わった。だから、いや、まあ、そうだ、サーターアンダギーの話からだからいいか。うんうん。そう。で、外側は食べるけど、油っぽいさ、やっぱり。油っぽい。うん、わかる。だから、ちっちゃいの1個食べたら、外側もういらんわけよ。わかる？で、私、外側のこのカリカリも好きなんだよね。好きよ。好きだけど、2個食べたらもういいやってなるさ。ああ、胃腸ね。はいはいはい。このでかいやつの内側だけだったら、このでかいやつで内側をたっぷり食べれるわけよ。ああ。わかるよ。うん。わかるよ。わかるよ。わかるよ。今、わかるよって言ってないけど、はい、わかるよって言ってるけど、あんまりわかってないでしょ。いや、わかってる。今日はガールフレンドの日だからわかってる、マイコ。心配しないで。ありがとう。ありがとう。うん、そうそうそう。もうあれが食べたくてさ、なんか通販やってるから、ちょっと今度頼もうかなと思って。え、アンダギーの通販やってんの？アンダギー、なんか、それ、そこのお店？うん。全国発送してますみたいな。そんな有名なんだ。かから。そう。なんか、名前なんだったかな。てるやだったかな。てるや天ぷらみたいな、そんな名前だったはず。Really? うん。いいね。そっか。ちょっと。いや、それでね、なんか通販でね、できるんだったら、用語も、うん、送ってもらえばいいのに。売ってないでしょ。あ、っていうか、送らんでしょ。送らんな。商店じゃないか、天ぷら屋さんだから。あ、そっかそっかね。え、面白い、うん、というあっという間に20分経ってるよ。チーチータイプの話。大丈夫か。ほぼチーチーカーカーの話。用語通販ありますよってよ。嘘でしょ。葵さん、葵さんが。でも今、ヨーゴよりムーチーが食べたい。ああ、はいはいはい。盛り上がらん。の、でも、やっぱりさ、やっぱり、沖縄そばが一番美味しいよ。沖縄そばね。確かに沖縄のデザートも好きですが、うん、やっぱり沖縄そばだな。うん。ていうか、富士屋の前代で食べてたね。うん。一緒に行ったじゃん。いいあ、はい。行ってないわ。もう一個いなかった、ごめん。沖縄帰れてないから。そうだね。そうか、行ってないや。食べたい。藤山先生、美味しかった。で、なんかね、50周年記念かなんかで、うん、白玉、うん、白玉1から50まで好きな数だけ選べるの。何それ。そう、白玉を、1から50まで選べて、じゃあ白玉何個にしますかって言われて、私多分10個だったんだけど、久子姉ちゃん50個頼んでた。いや、私も絶対50個頼む。食べたい。そう。あ、フーチャンプルーね。あのさ、フーチャンプルーとか、うんうん、あと、ゴーヤーチャンプルーとか、人参シーシリーは家で作れるわけよ。一応ね、フーチャンプルーは、うん、だから食べたくなったら自分のが好きだな。そうそうそう、私もそうね。うん。
だ食べられないものが食べたくなるのよね。いや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 、わかるわかる。三栄が通販してますよ。そう、三栄の通販頼みました。でね、サーターアンダギーはなんだかんだでちっちゃいのだったら自分で作った方がもう早いというか美味しい、出来たてだから。でもデージ油使うから油大好きよね。たっぷり入れないと。確かに。丸さが出てくる。そう、低温でさ、もう触らずにピューって浮いてくるのを待つわけよ。で浮いてきて、普通の天ぷらだったらさ、自分でその揚げてる時にひっくり返したりしなきゃいけないんだけど、触らないの。もう触らないでさ、自分でコロンって転がってくれるの。うわーって割れるのよ。でもさ、あれさ、でかすぎるとさ、中が焼けてるかどうかって不安じゃない？不安だから、私は、あの、竹串刺してしまう。ああ。うん。でもそうじゃないと分かんないもんね。うん。そう、でもね、もう、プーって浮いてきて、コロンってひっくり返して、ちょっと経ったら、もう中も火通ってる。すごいですね。職人ですね。もう職人。ちょっとね、あの、サーターアンダギー屋さんできるかもってたまに思う。東京で。じゃあうちもバーベキュー屋さんやろうかな。え、なんでそれ。ちょっと言ってみた。なんかそれ。あ、そういえばさ、行ったっけ、あの、いきなりんとこのラーメン屋行ったって。行ってた。あ、行った？あ、OKOK。言ってないっけ、インスタライブで行ったっけ。わかんない。そこがわかんない。私は聞いたよ。だよね。電話で話したよね。電話で話した。あ、OK。まあ、一応聞いてなかった皆さんに言っておきたいんですけれども、あの、うちの、ゆきなりのラーメン屋行ってきました。あ、ストーリーで見ました。イェイ。あ、そうね。ストーリーで話してたね。そうそうそう。あの、すっごい美味しいので、皆さんもし沖縄にいたら、富城で、ちょっと駐車場が小さいんだけど、でもぜひ行ってみてください。駐車場がデージ小さくて、友達の車で行ったんだけど、友達の車が入らなくて。やばい。ちょっと、で、しかもなんか、あの、目の前の道がすごい小さくて、住宅街だったから、結構なんか、うん、あの、交通も激しかったのね。うん。でも、すっごい美味しかった。ゆきなりには会えたの？あ、ゆきぼうね、あの、その日はね、お休みだった。あら、残念。うん。うん、ほら。でもまあ、ラーメン食べなかったから、ラーメンすっごい美味しかったので、皆さん、あの、行ってみてください。確かに、ラーメン食べたい。ラーメン美味しい。でね、あの、あ、分かった。あのさ、沖縄とかさ、やっぱ日本で食べるラーメンを食べた後に、アメリカでやってるラーメンは食べれない。え、どういうこと、どういうこと、美味しくないこと。美味しくない。あれなんだよ、ラーメンってすごいやっぱ世界的に有名だから、あの、アメリカにももちろんたくさんラーメン屋さんあるんだけど、行くんだけど、やっぱりなんか、あんまり、やっぱ日本で食べるラーメンが一番美味しい。え、何が違うの？だし？それとも、麺？麺が違うね。まず麺が違う。え、麺にうるさいもんね。麺めちゃくちゃ、うるさいじゃん、私。腰がないとか言える結構。結構うるさいから、私。だってパスタとかもさ、アルデンテじゃなかったらすごい怒るの、私。生パスタでも？生パスタだとアルデンテ分かりづらいじゃん。わかりづらいけど、まあ、食感が良ければいいんだよね。アメリカのスープはドロドロ。そう、ふーちゃんわかるよね。え、そうなの？え、私そんな文字が出てこない。ちょっと待って。あ、いいよ。大丈夫？うん。うん、だからなんかね、そう、コメント読めてないかも。読んでね。ね。アメリカは訴訟が起きないようにスープをぬるくしてるって聞きました。確かに、そう。葵さん、そう、本当にそうなの。え、そんな。アメリカってコーヒーもやっぱりすごい熱くしてくださいって言わないとすごく熱くしてくれないの。猫舌なの？の、やけどするからって。やけどして訴える人が多いんだって。意味わかんねえ。意味わかんない。ね、熱い方が美味しいのに。で、それでなんかスープが熱すぎて、あの、訴訟起こしたりとかあるんだってよ。でもね、私猫舌だからなんかありがたいかも。あ、マイコ猫舌なんだ。
そう、猫舌なの。猫舌か。子供の頃は味噌汁に氷入れて飲んでた。そしてキュウリも入れてたよね。それは私じゃない。おばあちゃん。おばあ。しげこおばあさんが。しげこが入れてた。うん。あ、やっぱり私コメント読めないかも。あ、ほんと？止まっちゃった。うん。アロハさん。アメリカに住んでた時、日本食レストランに行ったらコックさんも従業員もみんな日本人じゃなかった。はい、これあるあるです。もう日本人の日本食屋さんはもうほとんどないです。ぬるいスープってやばい。いや、でもそうでしょう。うん。でもわかる。東京でいう沖縄料理屋さんに入ったら店員がナイチャーだったっていうの結構あるじゃん。うん。そういう感じよね。よっ、そんな感じです。しょうがないね。本当に、うん、しょうがない、しょうがない。かそうなんだ。ラーメンぬるい、生ぬるい、生ぬるいではないけど、あったかい感じ。なんかすっごい、日本ってすっごい暑いの好きじゃん。暑いやつは。暑いの好きだよね。本当に暑いじゃん。暑い。私はそれが好きなんだけど、そこが日本の大好きなところで、揚げたてとかさ。それでさ、なんか、やけどしないの？するときもあるけど、でもこれも、なんか、美味しさの一つなのかなって私は理解してるんだけどね。うん。うん、そう好きよね、みんなね。うん、私ラーメンでさ、昔はラーメンあんまり好きじゃなかったの。うん。なぜなら、熱すぎて、この夫婦、あっち、ってやってる間にお腹いっぱいになって、量が食べれないっていう猫舌だから。確かにね、時間経っちゃうとね。うん、そうなの。だから、苦手だったんだけど。うん。でもやっぱこっちに来るとね、ラーメン美味しいじゃん。美味しい。だからね、食べちゃうよね。わかるよ。食べた。あと今、辛いの食べたい、めっちゃ。辛いのか。そうだね。辛いの好きだけど、あんまり食べないかな。そうだよね、そんな食べないでしたね。うん、激辛大好きになっちゃって。すごい、そんな好きなんだ。いや、昔は一切よ、出産してから。おお。でもあれだよね、出産したら食変わるよね。味覚がね、変わるよね。変わる変わる。そうそうそう、それで。というわけで、まあ、今日はずっと食べ物の話してますが、はい、あっという間に30分になってしまいました。めっちゃくだらない話、皆さんお付き合いありがとうございます。本当にありがとうございます。っていうかさ、来週まだわかんないんですけど、ひょっとしたらゲストが来てくれるかもしれません。来週か、まあ、再来週かその都度、ね、その都度、インスタグラムのストーリーでお知らせしたいと思いますが、皆さん今日は食べ物の話お付き合いありがとうございます。でこれからも私たちに何か質問などあれば、いつでも、送ってください。ぜひぜひお待ちしてます。ね、OK。というわけで。個人的なのでもいいしね、2人にでもいいし。ね、もうでもそろそろみんなもさ、なんかいろんなこと聞いてるから、もう質問もないかな。でも例えばじゃあ話題の提供でもいいし、例えばこういうことがありました。舞子さんとあかねさんはなんか経験したことありますかとか、なんかそういうのでも全然 OK だし。あ、なんかちょっとあれじゃない、相談チックな感じ。あ、いいね。いや、相談は乗れないな、さすがに。ごめん、相談は乗れない。私そんな立場じゃないから乗れないけど。いや、乗れないけど、まあ話題を共感はするかもね。共感はたくさんできると思うので、はい、皆さんもしよかったらはい、メッセージでも送ってください。というわけで今日はこれで終わって大丈夫。マイコ、なんかお知らせありますか？まだね、告知できる内容が今ないので。おっと。そう、もうちょっとしたらちょっと告知できる内容がね、振り付けの仕事でありますので。楽しみですね。出たらまた言いますね。OK。あとはね、そうね。うん、こんなもんかな。こんなもん ?OK。ということで、はい、まあ私の新曲もまだ、発売中なので、もしよかったら私のインスタのリンクの中から入って、はい、検索してください。あとミュージックビデオ、あと YouTube の登録もよろしくお願いします。お願いします。私たちがやってるこのインスタグラムライブも、この YouTube チャンネルの中にあるので、
できるだけ登録していただけると、なんだっけ、通知が来て、オンタイムで見ることができますので、皆さんぜひ YouTube 登録の方もよろしくお願いします。というわけで、来週は何日でしょうか、舞子さん。来週は8月の8日。8月8日。うん。なんか8月8日なんかなかったっけ？日本は山の日。山の日？いや。なんで笑ってんの？山の日なの。え、山ってあの山？あの三角山？そう、山。あ、本当？海の日があって、7月に海の日があって、8月は山の日があるっていう風に、祝日が増えたんだよ、若姉ちゃん。多分若姉ちゃんがね、日本にいない間にできた。いいね。で、日本はね、もっと祝日増やした方がいい。でもね、増えてる。うん。増えてるんだけど、その山の日があるから、uh-huh. その次の日も、あの、日曜日が祝日に当たってるから、次の日も、休み。ナイス。そっか。いいですね。はい。皆さん、ぜひ、山の日を。山の日、エンジョイしてください。はい。Alright。というわけで、今日も皆さん、たくさんの人が見に来てくれました。はい、どうもありがとうございました。というわけで、次週、山の日にお会いしましょう。はい、あ、さこさんの誕生日。いやー、そうだ !8日。そう。よく知ってる、すごい。っていうか、私ごめんなさい。コメント読めないから、コメントが出てこないから、わかんないけど。そうなの ?8 月8日だっけ？そう。OK。うん。じゃあ、久子姉ちゃん、出てくれるかな？声かけてみましょう。OK。というわけで、皆さん、今日もありがとうございました。OK。See you guys next Sunday! じゃあ、ありがとうございました。バイバイ。